桶狭間の勝利で今川家の脅威から解放された信長は徳川家康と改めて盟約を結び、東方の攻略を託した。孝子の憂いを絶った信長は次なる目標を美濃に定め、因縁の相手斎藤義達の討伐を決める。しかし義達の居城稲葉山城は難攻不落の堅城。信長は攻略の糸口を見出せずにいた。稲葉山城の戦い。義元を討った今、次に攻めるべきは義達。俺は斎藤家を滅ぼし美濃を取るつもりだ。機長、斎藤が滅ぶ様を見たくなければ尾張に残れ。お前はどうしたい？わからない。私は今まで自分で何かを決めたことがなかったから。私は父上に言われるままに生きてきた。斎藤家を強くするための道具として。父上が死んでも美濃に斎藤家が続く限り、私は心のどこかで父上に縛られ続けている。あなたが斎藤家を滅ぼしてくれれば私は変われるかもしれないわね。ならば共に来て己が手で因縁を断つがいい。でなければ親父殿の呪いは解けない。わかった、そうさせてもらうわ。よう秀吉、ついに身の攻めだな。思い切り暴れてやるぜ。織田に槍の股ざありってな。貴さんがかなって張り切ってんな。だがそう簡単に行くかね。そういや信長様も何かもう一手あればと言ってたが。ああ、どうやら信長様は須の俣のあたりに城攻めの足がかりとなる小次郎を築きたいらしい。だが敵地で城を不審するなど土台無茶な話よ。それなら敵に見つかる前に作っちまえば。資材を一気に組み上げて。だが助っ人がいるな。何をブツブツ言ってんだ。いや、こっちの話だ。この秀吉の活躍に乞うご期待。それじゃあ。なんだあいつ。役目を果たすわ。よし、決まっていくか。秀吉、いいぞ。さあ、旗印を掲げろ。スノマタ城、これにて完成だ。スノマタ城からなら崖を登ることができる。稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれてスノマタ城に向かえ。
角又又城は間違いなくこの戦の要だ。桃地の兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえどれだけ持つかは分からねえか。私の帰るべき場所はもう斎藤家じゃない。この戦いで因縁を断ち切ってみせる。道山様は義達様を見限っておられた。美濃の主にふさわしいのは誰なのだ。美濃の者たちは去就に迷っているようで、織田の強さを見せれば寝返るかもしれないわ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。これは侵略ではない。親父殿より譲られた美濃を義達から奪い返すための戦よ。決めたぞ。私は道山様のご意志に従い織田につく。他の者も解き伏せてまいる。開門。また進むぞ。開門。秀吉、よくやった。それに伊賀の桃地三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。みんな角又の城に向かって。あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんな奴を仲間にできたらな。楽になりなさい。機長、やるではないか。逃がさないよ。お相手いたす。おりゃ、機長、ぶった切っといたぞ。力及ばずか。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。分かった。援軍は近いぞ。踏みとどまれ。邪魔すんじゃねえ。美濃の主にふさわしい者俺以外にいねえ。信長ごときに奪える者が。敵将、ぶった切っといたぞ。討ち死に。よっ、お手柄じゃねえか。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。それまで。ただいま参上しましたぞ。これより攻勢に転じる。
稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。殿ども何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。開門。今さら必死になろうと無駄よ。帰り討ちにしてくれるわ。これより我ら美の三人衆は織田信長殿にお味方いたす。さてと、オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。秀吉は西へ向かったようだな。ならば我らは東回りで進もうぞ。武士行くか。待ってくれ。行け。何としても角俣の城を奪うのだ。また敵の増援が角俣を狙っているようだ。安兵衛殿の申された通り、敵が迷い込んできた。よし、潰せ。オイラたちの動き、安兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。救ってやらねば、城攻めに支障が出よう。分かった。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。角俣に城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。開門。本兵衛のやつ、自分で門を開けやがった。もしやオイラに興味を持ってくれたのか。分かったよ、君の家来になってあげる。そういえば義達様に通じる裏道があるけど。開門。の仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。この砦では渡さんぞ。これで敵はもう増援を呼び込めまい。角俣城への攻撃も弱まるだろう。開門。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。悪い、立ち置き。いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。ごめんなさい、義達。よし、行くか。最後は私の手で。期待通りの戦ぶり。やはり信長はただのうつけじゃねえぞ。ほらよ。ここからなら稲葉山城の背後を取れよう。まずは味方を呼び込むか。美濃を狙う盗人どもめ、この力され。起戦、救援攻。になりなさい。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。耐えきれ、聞かせてもらう。逃がさない。蝶の一覧、侮らない。終わりのうつけにこの国は渡さねえ。
美濃の正当な主は俺だ。さあ行って、貴重、織田に染まりきった面だな。別に構わねえが。それでも斎藤家が続く限り、私の心には呪いが残る。その呪いを解きに来たってわけか。変わったな今のお前、悪くねえよ。ありがとう兄上。親父の見立てが正しかったってのか。認めねえ、俺は認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。貴重、これでお前の心も解き放たれよう。秀吉、角俣での築城は見事だった。かの城をなくして勝つのは難しかっただろう。はは、ありがたきお言葉ですが、角俣城はオイラ一人の手柄ではありません。ああ、分かっている。桃地三太夫と言ったな。世話になった。お前は伊賀の忍びか。さよう。お呼びいただければいつでも参上します。お役に立ちますぜ。それと信長様、このものをオイラの配下に加えても構いませんか。改めまして、竹中半兵衛です。この度秀吉殿から士官のお誘いをいただきまして。斎藤の軍師だったやつだな。秀吉に仕えたいのなら好きにしろ。はい、では好きにします。よろしくね秀吉さん。オイラにさん付けなんかいらねえよ。頼りにしてっからな半兵衛。今宵は盛大に宴かな。相変わらずのんきなやつだ。みんな聞け、我らは今川を討ち斎藤を滅ぼした。もはや織田を脅かしてきた者たちはおらぬ。しかし一時の平穏に甘んじていては再び乱世に飲まれよう。ここで歩みを止めるわけにはいかぬ。乱世の断りを壊し新たな世を作る。それこそが織田信長の歩むべき道と覚悟した。ほう。天下一新、これをなすまで我らの戦いは終わらぬ。そう心得よ。はは。